よっ。このタイプの焼きそば初めて、このタイプじゃないわ、この焼きそば初めて食いますね。このからしマヨネーズ付きの日清のやつ、うん、粉末ソースなんだね、液体型じゃない、ああ危ねえ、粉末なんだ。あと奥目の方、クマシャーダッス。長瀞に住みたくなってきた。知らないっすよ。ダイエットしてる、してないっす。いや、してる、いや、してる、してない。いや、どっちだ。いやね、全くしてないわけでもないの。でも、してないの、うん。あのね、基本的に最近結構食っちゃうから、正直結構また太っちゃったんだけど、でもね、時折、あの本当はご飯あと一杯食べたいんだけど、でも我慢しようと思って我慢する時もたまにあるんでだ全く意識してないわけでもないんだけど、ダイエット中ダイエットでもない気がするっていうレベル、うん、っていうレベルそう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 あと匿名の方、クマシャーズ、スンゴさん見すぎで婚約いつします。なんか昔そんなこと言ってたっけ、そういえばニコ生でなんか婚約配信しとかしたら盛り上がるとかなんとかって、うん結構昔言ってたね、うん、いやー、まあふわっちもね、もう正直やっていくのきついかなと思ってるけどね、俺ね、うん、うん、お蔵入り、いやー、まあお蔵入りっていうか、まあ結構前ですよね、いつだっけそんな話したの、1年以上前かな、もう。なんかそんなこと言ってたな、そういえば。うん。あー、忍者さんからクマさんごっこ、ありがとうございます。やったー。ありがとうございます。よいしょ。これからしマヨネーズ足んないな、俺マヨラーだからね。なんかさ、からしマヨネーズだけのが売ってるんだよね、あれ欲しいよな。マヨラーだから正直こんだけじゃ全然足んないんだけど、普通のマヨネーズじゃなくてからしマヨネーズって美味しいよな。まあ、マヨネーズも美味しいけどさ足んないわ。焼き弁も送ろうか、いいんすか、あれ焼き弁美味しいよね、送ってほしいな、うん、焼き弁美味しいっすよねスープが美味しい、うん、キューピーマヨネーズ値上げらしい、あ、そうなんだ、そう、キューピーの、そう、からしマヨネーズあるからね、こんばんは、うん、あ、ちなみにこれモカリンさんからもらってます、あ、美味しいね。これ多分初めて食ったかも。日清の、からしマヨネーズのやつ。うん、うまいね。からしマヨネーズだと、これの10倍ぐらい欲しい、正直。これめっちゃマヨラーだからね。うん、あ、チョービーさん、どこやったー、ふわちたち、やったー。おやすみなさい。あ、美味しいっすよ。まあ、大したもんじゃないっていうか、まあ、大したもんじゃないっていうか、なんていうんですかね。うん。何焼きそば？いや、普通の、からしマヨネーズがついてる、普通の焼きそばっす。あと9名の私3個やったー、
辛いことない、どういうこと、辛いこと、辛いことなんかいっぱいありますよ。うん、食いたいものある、送るよ。マジですか。え、結構高いもんでも食ってもらえます。結構高いやつでも食ってもらえますね。高いものでも送ってもらえますね。マジっすか、いいんすか。あのね、朝倉未来の、あのあれですよ、朝倉未来のさ、七輪動画を見て、俺七輪やりだしたんですけど、朝倉未来が結構高級な回線でやってるのよ、七輪をちょくちょく。でね、ドールさんっていうリスナーさんがですね、なんかあの伊勢海老が解禁になったら送ってくれるとかって言ってたんだけど、いつ解禁だっけ、忘れてたけど、なんかそのうちだと思うんだけど、え、北海道ってなんか伊勢海老ってまだ解禁されてないですかね。伊勢海老、ホタテ、あとなんだろう、あれ、ハマグリ。北海道に伊勢海老、伊勢海老って北海道ないんだ。あ、そうなんだ、知らなかった。うん、あ、いや、ホタテと、あと伊勢は見え、あ、そうなんだ、そうなの、北海道って伊勢海老取れないの、知らなかったんだけど。伊勢海老って海だったらどこでも取れるもんかと思ってた。あ、そうなんすか。うん、あとハマグリあります。じゃあハマグリ、朝倉未来がやって食ってうまそうだったのがね、てか朝倉未来の動画めちゃめちゃ面白いんだけど今、うん、今さ